はい、こんにちは。スカちゃんのめちゃんとベラちゃんです。はい、東平チャレンジしてほしい。3色しかスカちゃんいけない。あ、オッケー。じゃあ緑、黄色、青、何を作るかな。もう一色でいいよ。かわいい。あー、泣いてる。黄色と緑かを混ぜると、同じだね。うん。どう、簡単？いや、難しい。ではな。違った。あ、まあ、でも綺麗だね。どう？緑多いけど綺麗。あー、微妙だね。微妙。なんかどうだった？なんか難しかった。難しかった。イメージを作って帰った。それともいや、それもうなんかね、なりゆきエキストラチャレンジやっていい？いいよ。じゃあもう一枚ちょっとパパッと、うん、3枚でどうなるか。オッケーオッケー。 3色で同じの。同じの。オッケー。おー、すごいね。オッケーオッケー。あ、多分いける。ほう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 。こうだ。こう。ちょっと違うでしょ。ちょっと分かるね。黄色、緑、あと。だから白がないから紙の白を使うしかない。おお、そのがいい。黄色、緑。黄色は綺麗だったから、このまんまちょっと黄色めにして。青少ないね。青少ない。この3色難しいな。難しい。難しいです。黄色だとちょっと綺麗。それにちょっと緑も。こうやるとネオンっぽくなるのかな？ダメか。うお。うわ。うわ。ああ、やっぱり。どうですか？で、青のりをもう。いいと思います。いいと思いますか。1枚目で1枚目はこれになりました。これの2枚目が、これ白い部分ないじゃん。白い部分はない。でこれはちょっと紙の白い部分を使って。あー、やっぱ違う。ということでね、皆さんもいい方法があったりしたら教えてください。コメントで教えてください。で、こういうのやってとか、もっといろいろ見たいなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。そう、コメント忘れなくお願いします。アディオス。アディオス amigos.